そうだけど。もしかして、やきもち？違うよ！宮野とは何でもない！子供の頃、憧れの王子様がいるんだって、相談されたこともあるくらいで。ん？なんだ。あの子も10年間コスダ一筋ってわけじゃないんだ。じゃあ、心置きなく！で、あんたはここで何やってんの？何って、ここ部室。部室？俺、写真部だし。あんた、部活なんてやってたの？気づいてなかったんだ。エッチしか興味ないからな。これ、中学の時に撮った写真。あのさ、文化祭用の写真撮りに行くんだけど、一緒に行かない？撮影旅行？高原。テンション。そして、暑い夜。うっはーい。近所の自然公園。やっぱつまんないよな。写真撮ってるだけだもんな。せめて真面目に撮ろう。どうせなら私を撮ってくれればいいのに。なんだったらヌードでも OK。 あ、人間は撮らないの？風景を撮る方が好きなんだ。人物や動物ほどじゃないけど、景色だってゆっくり動いてるんだよね。やべ、マジ語り。こんな話つまんないでしょ。別に。男ってずるいよね。ああ、おはよう。おはよう。放課後、昨日の写真を現像するんだけど、よかったら見に来ない？どこで？写真部の暗室。暗室？行く。よかった、興味持ってくれて。暗室、すなわち暗い部屋。そうね、エッチはそもそも暗いところでするもの。いつもテンパって失敗してたけど、初めから暗いところでなら落ち着いて迫れるはず。覚悟してもらうわよ、コスダ。お昼食べながらセックスの計画立てんのやめてくれる？今日部活休みなんだ。うん。よし、誰も来ない。何か知りたいことがあったら遠慮なく聞いて。ここが暗室だよ。暗くて狭いんだね。あ、そうだね。二人きりちょっとドキドキするね。え、山田？